皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今回は神奈川南足柄市で起きたちょっとハラハラドキドキするニュースについて話してみたいと思います。まずは事件の概要から、おととい、神奈川県南足柄市で飼い主さんと散歩中に四国県のワビスケ、バニゲラしてしまいました。でも、幸いにも、本日午後1時半過ぎに昼寝をしていたところを警察によって無事捕獲されたんです。このニュース、一見ほっこりする話に思えますが、実は深刻な問題をはらんでいるんですよ。ワビスケさんは無事でしたが、先日、ゴまで似たような 天使は人に噛みつきケバをさせる事件があったばかり。飼い犬が逃げ出す。リスクはただ単に犬がいなくなるだけでなく、人や他の動物への潜在的な危険をもたらすんです。では、どうすればこんな事態を避けられるのか。まず飼い主さんの意識改革が必要。犬は賢く、ちょっとした隙にも脱走を試みます。だからこそ、リードの管理から環境の整備まで最新の注意が必須です。具体例を挙げると首輪のサイズ調整政権になるとやりがちなのが首輪をしっかり調整しないこと。9歳のアビスでも多少やすて首輪が抜けやすくなっていたこと。 かもしれません。また、予防注射や届け出の手続きも怠ってはなりません。でも、犬の逃走を絶対に防ぐ方法なんてない。それを求めるのは現実的ではありません。だからこそ、もしもの時に備えておくべきなんです。そして、いざというと時、迅速に対応することが重要反論もありますよね。予測不能な事故はいくら気をつけても防ぎようがないと、確かにどんなに気をつけていても、予期せぬ事態は起こりえます。でも、だからこそ、私たちは可能な限りリスクを減らすべきだと思うんです。結論として犬を飼う。以上、その責任をしっかりと理解。 飼い犬に幸せな犬生を送らせるためにも飼い主は責任を持ってしっかりと管理をすることが大切です最後にわびすけが無事で本当に良かったですそしてこの事件は犬を飼っている全ての人にとって大切な教訓となりますようにそれではモノモースでした皆さん動画の評価とチャンネル登録を忘れなく